はい、おはようございます。塚原農園です。今日はケールについてご紹介をしたいと思います。こちらがケールになります。これは種をまいたのが8月11日になります。その後1ヶ月ほどして苗を植え付けをしました。まあ、9月に苗を植え付けるとここまで大きくなってきます。植え付けをしてから約40日から50日経ってくるとすごく葉っぱが大きく展開してきます。上からパッと見ると大きな葉っぱだけで10枚ぐらいありますね。その他真ん中にも小さなものが次から次へと出てこようとスタンバイしてますね。このケール今すごく大人気ですね。スーパーフードと、されているぐらい、海外でもとても人気がある。でまた最近ではね、国内でもとても需要のある野菜とされていて、茨城でもケールは結構産地が多いですね。このケールはいろいろな品種があります。この切れ込みが浅いか深いかという品種の違い、大体3つぐらいに分かれるんですけれども、このケールは比較的生サラダでも食べやすい苦味の少ないケールになります。そのようなケールは切れ込みが深い、そしてカールしてるんですね。カリのケールとかカールとカールケールとかいろいろな呼び方があるんですけれども、はい、こんな感じにですね、丸みを帯びてくると、だいぶ大きくなってきて収穫をしていきましょうということで、まず今日は収穫をしていきたいと思います。どのぐらいの大きさになったら収穫かというよりも、葉っぱの枚数が10枚以上になったらもう外の葉っぱから収穫をしていきましょう。はい、それでは収穫をしていきます。栽培をしていく途中で一番最初に出た葉っぱ、例えばこの辺りがそうなんですけれども、色が少し褪せてます。これはあまり食用には適さないです。食べられないことはないですけれども、これは最初ここまで大きくさせるために必要だった葉っぱで、結構もう老化してるんですね。はい、黄化も少し始まってます。で必要 で食べるわけではないんですが、これをまずは、病気を防ぐためにこれをまず下の方の古くなった葉っぱを取り除きます。収穫するときはハサミでやってください。株にダメージがないようにですね。これが最初、一番最初に展開した葉っぱです。色が少し白っぽくくすんでいますね。他にもあったら取り除きましょう。続きまして今度は食べる葉っぱですね。で次に広がっている葉っぱで、カールしているタイプなんですけれども、ケールは全体的にどの品種であっても切れ込みが、深い浅い関係せずに内側にクッと向いてやる、このような葉っぱ、これはもう少し置いてください。もう少しこう開いた感じですね。葉っぱ全体が開いているところがいいです。はい、じゃあ収穫をしていきます。この辺りがいいですね。これに比べるとこれの方が広がってますよね。で軸の方から切ります。はい、すごくいいですね。色が緑色が小緑、緑色がとても強い色がすごく、栄養価が高い状態で、葉っぱが先ほど言っていましたのがこんな感じ、内側にギューッと向いているとまだケール本来の栄養価が、高まっていないんですねとされてます。少しこう開いてきた感じになったら、栄養価もこの葉っぱ一枚一枚に含まれている栄養分も一番最大限に含まれている状態のところで収穫するのがちょっと開いた感じですね。はい、これを次から次へとかき取っていくんですね。かき菜のような感じにすごく収穫の仕方は似てます。で収穫をしていって、この小さな葉っぱも含めて、小さな葉っぱはだいたい10センチ以上を数えて最低でも10枚残して、あとは他は好きなだけ取ってください。1、2、3、4、5、6、7、8、
90、もうちょっと取れますね。はい、今一株で1回目の収穫4枚ほど収穫しました。まだ大きくて取れそうですよね。まあこれは残しておいた方が今後何度も何度も掻き取って収穫たくさんするために、まあ光合成させるために必要な葉っぱになりますので、取りたくなってしまうんですが、もう少し栄養価を高くさせるために、まあこの辺りの大きな葉っぱはもう少し待ちましょう。ちょっとまだ内側こうくるっと向いてますよね。まあこのようにね、広がってきた頃を目安にやるといいんじゃないでしょうか。でこのカールしている感じが、まあ、切れ込みが深いものは生サラダでも食べられる、ね、苦味の少ないものです。で苦味が少ないから栄養価が少ないからといったそういうわけではないですね、まあ、どちらかというと野生タイプなんですけれども、どの品種も収穫をしたものは苦味さえ気にしなければ全て生で食べることできます。火を通さず加熱しなくても、ね、お腹を壊すことはありませんけれども、まあ、苦味が嫌いな苦手な方は火を通す加熱がおすすめですが、あまり長時間火を通すのはあまりおすすめはできません。でこのケールなんですけれども栄養価が豊富スーパーフードということなんですが、はい、いっぱいいろいろありますね。まずカルシウムですね。カルシウム、骨を作るに大切なカルシウムがいっぱい含まれているとされています。これ 100g でだいたい牛乳 200cc の牛乳と同じぐらいのカルシウムが含まれている。でもこれを食べてもカルシウムってね、体から外にすぐ出てしまう、なんか体の中に取り込めないといけないということで必要なのがビタミン K なんですね。ビタミン K はその取り入れた摂取したカルシウムを体の中に吸着させるような働きのある成分なので、それも豊富に含まれているので、だいたいビタミン K とカルシウムっていうのは同じものですね。まあこの野菜を育てていく上で必要な肥料もなんか似てませんか。苦土石灰とありますよね。カルシウムだけの石灰だけはダメ、やっぱり苦土も必要。苦土っていうのはマグネシウムですよね。またカルシウムっていうものは骨を丈夫にさせるだけではなくて免疫力を高めてくれると言われてます。風邪予防に最高ですね。他にもルテインね、目のにも役立つと。皆さんどうでしょうか。最近スマートフォンなどこの動画を見られている方もスマートフォンで見ていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですか。夜になると目がなんかしょぼしょぼしてきませんか。私もいつも動画を編集していると長時間、時には 5,6 時間も夜通し編集しているんですが、目が疲れてきます。でその目にいいとされているルテインという成分も多く含まれているんですね。でもう一つがやっぱりこのようなね、ビタミンが豊富そうな、体に良さそうな、まあ野菜といえば一番注目なのがやっぱり葉酸ではないでしょうか、ね、貧血気味の方がね、まあ、やっぱり必要とされる、ね、特に、葉酸というものを多く摂取するといいとされていますよね。まあそのようにすごく健康にいい成分が、ね、体にいいとされているものがたったこの少ない、これだいたい4つでこれ 100g です。まあこれでいろいろな野菜、まあ、トマトとか健康野菜で他にもいろいろありますよね。玉ねぎとか、まあ、それが全部一つでこれ補えてしまうと、もうこれ4枚だけでもこれを全部食べるのはちょっとね量が多いとされてね難しいという場合はね、加工されてみてはいかがでしょうか。加工といっても、火を通して小さくするというよりもこれを何かしら麺などに加えたり、またお餅で言えばよもぎ団子とかありますよね。そのよもぎの代わりにこれを使うとかね、よもぎ団子などを作っている方はついでにもう一つ作ってみてはいかがですか、ね、ケールも美味しいですよ。あと生サラダで飾り付けにするときに、なんかこう下に全く切らないものなど、こう1枚ちょっとお皿なんかにね下に敷きちょこっと飾り付けでやったりしますよね。それをこれ1枚やっておくのもいいと思います。でパスタなどを飾り付けにもいいんですね。パスタを熱々のパスタを盛るときにこれを
ちょっとちぎっていただいて下に敷いておく。で、熱々のパスタを盛るとこれがしんなりとします。熱で。そうすると食べやすいですね。一番は、まあ、細かく刻んでいただいて、まあ、流水でよく洗っていただいた後にこれを刻んで、そのまま食べていただく。これは生でも苦味が少ない品種なので美味しいです。はい、これはケールですね。じゃん。で、収穫した後の管理なんですけども、はい、このままではちょっと足りないものがあります。肥料ですよね。肥料を追肥をしていきましょう。はい、それでは収穫した後追肥をしていきたいと思います。はい、こちらがおすすめです。毎度おなじみになってしまいましたね、オール8号です。窒素とリン酸とカリが888と書かれているものがおすすめですね。この一株に対して追肥をする場合はほんのちょこっとで大丈夫です。今までは、まあ、1平米とねいっぱいまとめてやったんですけれども、今回一株でやらせていただきます。もうだいたい 10g ぐらいですね。ほんのちょこっと、この指先、ね、このぐらいでパラパラと、量としてはこのぐらいです。ほんの少しですね。これを株元周りにぐるりと与えるんですけれども、この葉っぱをめくっていただくと軸がありますね。この軸付近ではなくて、肥料が一番この野菜に根っこから吸われる場所というものもあります。それがこの葉先の下です。葉っぱがぐーっと横に広がっているところまで、だいたい株元から20-30cm 離れているんですけれども、はい、ここまで下の地面まで根っこが下ぐーっと伸びてます。その根っこの先のあたりから肥料吸いますので、そこをめがけて、はい、パラパラと、ね、このあたりでもいいです。隣にもケールがある場合は、ね、こう間にもあげましょう。で、後ろ側にも与えます。はい、はい、これで追肥が OK です。で、この時にケールはギザギザしてますので、上からパラパラっとやってしまうと、ここに葉っぱに肥料が乗ると声焼けします。まあ、枯れることはありませんけれども、乗っかっているところが焼けてピンポイントでプツプツプツと穴が開いてしまいます、ね、特に芯などに乗っかったりすると、まあ、芯はすごく弱いので芯は焼けてしまう場合がありますので、与えるときは葉っぱに乗らないように下にパラパラと薄く巻いてあげましょう。今日は一株だけなので、スコップ、小さなシャベル、これを使って耕していきます。まずこのあたりの畝のね、こういったところを与えたところ、あまりザクッと深くスコップシャベルを刺すのではなくて、根っこを傷つけないようにこの上に与えた肥料を土に軽く、ね、なじませるようにするだけで大丈夫です。で、裏側もやりましょう。そんなに深く、ね、肥料を下の方に入れなくていいという理由なんですが、雨が降りますね。雨が降って地面に水が染み込みます。その時に混ぜ込んだ粒の肥料が水で溶けます。で、また雨が降ってくると肥料というものはだん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 下に下にと下がっていくわけですね。まあ、いずれ肥料がなくなる、野菜に吸われて肥料が吸われるのをね、それを狙ったやり方になります。今回はマルチを使った栽培ではありません。これで肥料をなるべく極力少ない肥料で育てる場合には、その雨による肥料の流亡を極力減らすためにマルチングがおすすめです。で、マルチングをすると強く雨が降っても下に叩きつけられると、ね、雨が強いと泥が跳ね返って葉っぱの裏が真っ黒になりますよね。まあ、それを防ぐためにマルチっていうのもおすすめですし、地温が確保できるので栽培期間がいくらか長くなります。2週間ぐらい多分長いと思います。冬ですね。で、その他雑草管理も楽になりますね。この株元付近、今までここまで大きく成長させるためにみんなでこれ草取りをしてきたんですね。うん、結構大変でした。夏暑かったですからね。やっとこう大きくなった。まあ、その雑草を抑えるためにも、まあ、マルチはおすすめです。今回はどなたでも栽培ができるということをテーマにしておりますので、
なるべく農業用資材などを作らない、使わずやるという、ことをテーマにしていますので、マルチなしでやらせていただきましたが、まあ、ある方、余っている方、いろいろな野菜に夏野菜使ってきて黒いマルチが余っているよと言われる方は黒マルチでもいいのでやってみてください。で、今回今収穫しているのは10月中旬からだいたい12月の霜が降りるまでの栽培になる、これを秋と冬なので秋冬栽培と秋冬採りとか言うんですね。なんかケールの外で栽培をしていることをね、外で栽培することを露地栽培というんですけれども、まあ、全部総称してケールの秋冬採り露地栽培となります。で、外で栽培をしているもので、霜に当たってしまうとこれケールは冬を越すことはちょっとこの辺りでは難しいですね。私が住むとか茨城県の、関東の茨城県の古河市なんですけれども、12月の下旬頃になると霜が降ります。そうするとこの辺りがうっすらと色が紫色にかかってきます。赤っぽいですね。うん。お、シロサギが飛んでますね。わー、タリドですね。もう寒い、はい、先ほどギャーギャーと鳴いていました。ああいった鳥が飛んでくるともうそろそろ冬が来るよっていうのが感じなんですね。自然に触れていると外を飛ぶ鳥とか虫たち、また下に生えているような細かな草などによって四季を感じることができるんですね。あ、もうそろそろ寒さが来るなとか、で畑によくいつも見ていると、この葉っぱを見なくても他の植物、動植物などを見て四季を感じることができると、これ肥料を与えるタイミングっていうものが自然となんとなく身についてくるものです、ね。この健康野菜などね、いろいろありますので、今回スーパーフードのケールの収穫、また追肥などね、やらせていただきましたけれども、種をまいたことない方いましたら、これ実は春にも栽培できますので、春やってみていかがでしょうか。まあ、一番簡単なのは今の時期なんですね。春は春でね、これも成長がすごく早いんですけれども、日本には梅雨がありますね。残念ながら梅雨というものは病気が出やすいです。黒腐れ病とか、あとはベト病という病気が、ケールはね、キャベツにすごく似てますので、この辺りの2つが出やすいんですね、ということなので、おすすめ秋と冬、秋と冬でも、まあ、病気は出やすいんですけれども、春に比べれば秋の方がケールは栽培が簡単です。で、またプランター栽培もとても簡単に栽培することができます。プランター栽培、横60センチ幅でしたらケール2株分ぐらいは栽培ができます。2株あれば、ね、今週はこちらの株を食べて、で次の週はこっちの株を食べてと分けていただければ、ね、結構2株あるだけでもいっぱい食べられることができます。で、1日のうちに食べる量を何も4枚も5枚もしなくても、今日1枚嗅ぎ取って、全て1日に人が摂取するのに必要な量を摂取しようとするのではなくて、ほんのわずかでもいいので1枚ずつ、それを毎日続けるっていうことがやっぱり体作りには大切なんですね。なんか私も4枚も5枚もいつも食べるのが大変なので、これは少しずつ食べるようにしています。で、食べてくると結構癖になるんですよね、この植物ケール、はい。で、皆さんもぜひやってみていかがでしょうか。で、最後にこのケールを使った加工品、実は今日視聴者様から、はい、届きましたので、最後そちらをね、お見せして動画を終わりさせていただきたいと思います。はい、それがこちらです。実は今日たまたまですね、ケールの撮影をしようと思っていたら、これお昼に届いたんですけども、じゃじゃん、見てください。これ何だと思いますか。まあ、ケールが使われています。はい、麺ですね。うどんでしょうか、お蕎麦でしょうか。これ実は半生パスタなんです。これ視聴者様が作ったやつですね。すごいですよね。こちらに書いてあるのが、これプリンセスケールっていうね、書いてありますけれども、ケールたっぷり半生パスタ、すごいです。
麺を加工して一つ一つパウチしてありますので、ね、いいですね。これはびっくりしました。一つ 100g 入ってるみたいですね。いやこれはまあこれ自宅でもケールを細かく、まあ、ミキサーなどで砕いてで小麦粉などを練ってねその中に入れて練ればでこれ麺作れてケールのたっぷり入ったパスタなんかこれもいいアイデアだなと思いました。すごいですよね、まあ、このようにしてケールというものは加工の仕方にも麺などをねまたお餅とかにも入れることもできます。でこれを食べれば、体の中にねケールが入りますのでね美味しくて健康にも良くて一石二鳥ですよね。ぜひ料理の好きな方はご自分でやってみていかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今日はケールのですね収穫と、まあ、追肥などの紹介としてご紹介させていただきましたが、ちょうど10月も終わってね11月に差し掛かろうと、まあ、今している、まあ、そんな季節なんですけれども、だいぶ寒くなってきましたよね、でそうすると菜園っていうものが、まあ、苗も植え付けも終わったことだし、種ももう巻き終わったし、まあ、寒くなってくるとだいぶね草も穏やかに なってきまして、少し作業が一段落しますよね。まあそんな時に収穫をした野菜をちょっと加工してみるっていうのはどうでしょうか。まあそれも菜園の一つの楽しみ方ではないのでしょうか。はい、まだまだねこれから本格的な寒さがねこれからやってきますので、その厳しい冬を乗り越えるために、ね、皆さんも楽しい菜園をしつつ、また旬の美味しい食材をねご自分で育てたものを食べて、ね、今後の春の来年の春の野菜の作りのために体作り、されてみていかがでしょうか。では今日はこの辺で動画を終わりにさせていただきたいと思います。今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。